ジピットチャンネル始まりました。ケントです。ショウです。レンです。中田です。ルイです。今日は皆さんに謝罪があって動画を回しました。毎年毎年恒例の8月の夏休み毎日配信がですね、今年はできません。申し訳ございません。真面目に入ったんですけど、ちょっとまあどういうことかっていうと、 YouTube 以外の仕事も忙しくなってきたり、それぞれね時間が取れないっていうのもあるし、割と全員夏バテ気味っていうのもあって、ちょっとなかなか動画が毎日配信厳しいよねっていう。出張が多いんですよ。そうですね。もともとの出張のスケジュールで、僕が出張行ってる時に翔ちゃんがこっちに行って、翔ちゃんが出張行ってる時に僕が事務所にいてみたいなのがあるから、合わないようなスケジュール感で仕事してるんですよね。だから一緒にいる時間がすごく少なくて寂しい。サイって言ったよ。大抵そういう時困ってるよね。はい。ねえ。サイとかさ、ふんとか言う時さ、返事がまどろっこしくなる時さ、困っちゃってるよね。はい。でも寂しくない？まあまあそうですね。もう。まあね、何もまどろまどろまどろしてるから。気どろもどろ。思った。なんかおかしくないと思って。ちえね、まどろまどろって。スナックまどろまどろ。ありそう。マシュマロっぽいのにできそうですよ。すっげえ考えて出てきちゃったね。マシュマロっぽいわ。しどろもどろしてきちゃったわ。まあなかなか撮影もできないんですけど、はい、今まで通り週3の動画配信と、あとショート動画もちょっとずつ増やしていければなと思ってます。はい、ぜひ楽しみに遊びに来ていただければ嬉しいです。ということで、もう夏ですけれども、はい、我々フリーじゃないですか。はい、なんか何日から何日まで会社閉めて夏休みみたいなもう受けてなくて、それぞれね自分たちで夏休みを取ってこの日休みますっていう感じので、できるだけ仕事を調整しながらみんなでこうバラしてる感じなんですけど、どっか行きますか？僕は沖縄に行きます。あ、いいじゃん。いいな。めっちゃいいやん。海？海行きますね。あ、いいな。家族で？はい、だよね、そんな。ここで一人で行ってますだったら結構びっくりですよ。いや大丈夫、家庭環境とか思っちゃう。そうだよね。え、どこ行くの？那覇？那覇ですね。あ、いいな。まあ、なんか有名どころは全部行こうかなと。あ、子供いるから美ら海水族館とか。美ら海と姫百合と。いいわ、一緒に行きたい。ぜひ。え、マジか、え、マジか、え、マジか。優しい、ずっと優しい。僕はね、今年山形に行くんですよ。うん、で、出羽屋さんって言って昔からある老舗の旅館があるのね、はい、僕の友人がやってるんだけど、その人が最近趣味で畑を始めたので、その畑関連で僕も農業やってるから畑見に行ってくださいみたいなところから家族で山形旅行に行こうかな。うわー、いいっすね。ちょっと桜んぼしてくる。桜んぼしたいね。桜んぼしたくない？桜んぼしたい。桜んぼしてくる。僕は青森に帰ります。あー、いいねー。いいなー、雪合戦。雪じゃないんで、ちゃんと海に入るの。青森の海に入るの。あ、なんけて氷。違うよ。ちゃんと潜れるんだから。犬ぞりで帰る。やばい、青森まで。犬バテバテっすからね。青森入った瞬間雪でしょ。もう閉ざされてるじゃないですか。国違うからもうパスポート必要になっちゃうんで。え、岩手の県境から雪です。すげー。岩手までは夏じゃん。そう、穴と雪の女王みたいな。完全に青森扱いじゃないですか。違うんすよ。青森の人に怒られちゃうね、すいません。いや、夏場はどうなの？気温はどのぐらい？マイナス一応半…いや、すげー。どのぐらい？半袖でいけんだ。行けます。あ、そうなんだ。ちゃんと海に潜って貝とか取ってバーベキューで食べるんですよ、みんなで。そんな感じなんだ。はい、ちゃんと海入れます。全然イメージわかんない。なんでみんなその雪ってまっさらなイメージしかないですか？うん、リンゴしかないと思って。それはわかるわかる。痛く落ちてずっと不思議だよね。あの雪の中にリンゴがなってるっていうか、魔法かなって。まあ、リンゴリンゴか雪かが積もってるってこと。そう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 。どうやって育ってきたんですか？
あ、いいな、青森も行きたいな。ぜひぜひ遊びに来てください。絶対ご飯は美味しいよね。うん、美味しい。あれまた食べたいんだ。スンズゴ。あ、スンズゴじゃなくて。あつんまんまさスンズゴ。あつんまんまさスンズゴはね、もう、もうその言葉はね、通じるよ。スジコか。うん。熱いご飯にスジコかけて食べる。そうですそうです。カレー牛乳。あ、味噌カレー牛乳ラーメン。あ、そうそうそう。味噌カレー牛乳ラーメン食べた。あ、美味しい。うまいっすよ。うまいよ。かけてんのに牛乳を。いや、全部一緒っす。なんかミルク系のスープに味噌が味噌、味噌ラーメンとカレーラーメンのミックスマイルドみたいな、うん、うまいよね。美味しいです美味しいです。あれにバターとかコーンとか乗ってるとことかあんじゃん。そうです、ご味噌バターも混ざっちゃって食べちゃダメだよ。違うぜ、うん、そうだそうだ、1000キロカロリーとか言ってるから。でもあれ食べた方がいいよね。うん、あれは食べた方がいいです、ね、美味しくないって思うけど美味しいんですよ。食べ行きたい。僕は8月中旬からタイに行くので、はい、おさよならしておきます。おお、手術決まりました、おめでとう。ありがとうございます。やっとですね。頑張ろうね。はい、ちなみに僕も一緒に行くんで、あの密着取材っていう形でサポートも含めて飛びます。海外は旅行とか高校生の時に何回か行ったぐらいですね。あ、アジア系は。アジア系は初めてです。あ、ほんと、じゃあ楽しいわ。海外は好きなの？そうですね、そんな嫌いではないです。好きそうだよね。旅行は好きですけど。笑い方可愛くない？久々に会うとさ、笑い方とか生で見るとなんか嬉しいね。可愛いな、最年少やばいな。りんちゃんは？みんな楽しそうですね。闇が出たよ。行かないの？どこにも行かない。嘘、ね、忙しい仕事。いやー、なんか予定開けてるんですけど入ってこないですよね。誘いが。え、旅行とか、うん、なんか LINE の友達をこう見たんですけど、うん、お誘える友達がいないし、友達いないんじゃないかなって思ってさ。なんかさ、年取ってくるとさ、気軽に誘える友達とかいなくなってくるよね、うん、なんかそれこそこう家庭とかさ、子供とかのあれでね、変わってくるよね。そう、一人旅行けばいいじゃん。いやでも僕あの人混みが嫌で。あ、それは分かる。一緒に青森行きます？違う、人いないっすよそれ。一番いないっすよ。一番嫌かも。一番嫌かもって言われた。なんでなんで。だってまあでもね、大変だよね、国境。また国境日本がね、岩手から入った瞬間ソリーだとかちょっと雪ないから行きたいとことかないの？行きたいとこ、そうですね、沖縄。あ、一緒に。でもお邪魔はできないので。山形でもね、ちょっと違うし、タイも違うし、やっぱりこれは家。僕らもね、それぞれ夏休み取りますが、皆さん夏休みどこ行かれますか？みんないろんなとこ行くかもしれないから、なんか面白い場所行くよとかいうのがあればお気軽にコメントください。はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。まあ、なかなか撮影もね。大丈夫です。合ってますよね。この人が全部悪いですよね、今。はい、シャンちゃんは全部悪いです。もう汗かいちゃうから早くして。